この村もとうとう、この地の隣人との付き合いが始まったね。そうだな。良き隣人もいれば、そうでない者もいる。残念だけど私たちは来客を選ぶことができない。ああ、誰が来ても出迎えられる準備を進めよう。願わくば、良き友が増えてほしいものだが。マリサ、一つ提案なんだけど、矢作小屋を建てたいんだ。矢作小屋？弓矢を作るところだよ。略奪者を歓迎するための矢が不足してきてるんだ。矢はもともと持ってきたものしかないからな。よし、それじゃあこの作業区に、新たに小屋を新設しよう。ありがとう、これで安心して壁作りに戻れるよ。おう、後で見に行くぜ。さて、新しい仕事も増えたし、さらに人を増やしていきたいところだけど。ベースになるのはやはり食料だな。村爺、畑の具合を教えてくれ。村長、わかりましたぞ。今は8つの畑でそれぞれ野菜を作っておりますが、油断するとすぐに病気が出てしまってな。なかなか安定させるのが難しいんじゃ。病気か、本当に厄介だな。なので、なるべくいろいろな野菜を試しながら、畑の世話を多めに入れとる状態じゃ。ただその甲斐もあって、雑草や石をだいぶ取り除いて、少しはマシな畑になってきておるぞ。収穫と並行しながら頑張ってくれてありがたいぜ。しかし、やはり肥沃度がどうにも改善が難しくてな。クローバーや豆を植えて、地道に改良はしておるが、こいつはなかなか時間がかかりますぞ。この痩せた土地で、植えずに住んでるだけありがたいんだぜ。収穫量は増えておるが、余裕があるとは言い難いですな。人を増やすときは、少しずつ増やしてくれると安心じゃ。わかった。肥沃度といえば、堆肥の方はどうなっているんだ？まだまだ回収の段階で、しばらくはできそうもありませんな。そうなのか、なかなか思うようにはいかないな。そうですな。よし、それじゃあ一つ新しいことを試してみよう。ほう、何をするつもりなんじゃ？牛小屋を建てようと思うんだ。行商人が訪れてくれるようになったから、そのうち牛を売ってくれる人も来てくれるだろう。牛を放牧すると土地の肥沃度が上がるので、いいと思いますぞ。それに牛乳からチーズも作れるしな。っていうか、傾斜がきつくて建てられない。まあ、すぐには買えないと思うし、地ならしからしておこう。畑の拡張も考えておりますので期待ですな。そうだな。それじゃあ、村爺、畑は頼んだぞ。任せてくだされ。よし、そしたら次は家を追加しよう。村爺からも言われているし、一軒ずつ様子を見ながら建てていくぞ。働き手は欲しいけど、食料バランスは急に崩れてしまうからな。さて、村を発展させる施策として、もう一手打つぞ。荷車を作って、輸送効率を上げていこう。ふう、今年はこんなもんかな。霊夢、壁の方はどうだ？この辺りは、あとこの隅をどうにかすればなんとかなりそうだよ。おう、だいぶ進んだな。でもその前に、こちらをどうにかしてしまいたいんだ。見てよ、頑張って防塁を築いたのに。この鹿たちと来たら何もないかのように自由に往来してるんだ。おう、これはひどいな。でしょ、絶対になんとかしてみせるよ。村長。どうしたんだ？何やら危険な雰囲気の奴らが来ています。え？なんだ、行商人じゃないか。驚かさないでくれよ。すいません。確かに行商人のようですね。おう、交易所で出迎えるぜ。うわ。春雷とともに客人来たれりだな。どんな人か楽しみだぜ。よく来てくれたぜ。私は緑の谷のマリサ、この村の村長だ。俺は、鉄の跡か。よろしく頼むぞ、マリサ。おう、歓迎するんだぜ。それで跡かは何を売っているんだ？鉄の縄立てじゃないぜ。武器に防具、それに鉄製の道具類。もちろん、鉄鉱石もあるぞ。この辺は物騒だから、お前も武器が欲しいんじゃないか。武器は少しあるから、身を守る鎖かたびらが欲しいんだぜ。そいつなら、一着金貨350だな。高いな。おいおい、金で命は買えねえぞ。そうなんだが、懐が厳しいんだぜ。どうだ、何か買っていかないか？そうだな。お、石鹸があるじゃねえか。ジューシー石鹸だぜ。勇敢な漁師のガビナが取った鹿の油で作ってるんだ。ほう、ガビナ印ってことだな。よし買うぜ、
あるだけ持ってこいよ。それに靴もだ。おう、急いで持ってくるんだぜ。なんか怖そうな姉ちゃんだけど、いいやつみたいだぞ。ジューシー石鹸、買ってくれるみたいね。持ってきたぞー。村長、持ってきましたよ。ご苦労様なんだぜ。高値で売ってくださいね。わ、バカ聞こえる。いいだろう、高値で買ってやるよ。え、俺はこう見えて綺麗好きなんだ。それなのに、この巣じゃ、なかなか手に入らなくてな。今売れるのは20個だけだな。それなら、金貨360出すぞ。よし、売った。ほう、こいつは良さそうな石鹸だ。嬉しいぞ、マリサ。いつも10足ほど買ってくれたし、私も嬉しいぜ。おい、なんか、別の野郎も来たみたいだぞ。本当だ、後かすまないがちょっと外すぜ。構わない、あとは適当にやってるさ。やあ、緑の谷のマリサだ。やあ、マリサ、俺は草原渡りのアンデル。はじめましてだな、アンデル。お、あ、あんた牛を持ってるじゃないか。2頭だけだがな。売ってくれ。ダメだ。え、この村には牛小屋がないようだ。一緒に草原を渡ってきた大切な牛を、そんなところへやれない。う、確かにそうだな。わ、わかった、すぐに準備するからそれで判断してくれ。いいだろう。よし、急いで牛小屋を建てるんだ。もう整地も終わってる頃だろう。あ、あれ、まだ傾斜がきついのか。く、でも時間がない。あまり条件が良くないが、しょうがない、こちら側に建てよう。とにかくアンデルが行ってしまうまでに建てないと。村長、どうした？石鹸屋で火事です。うわ、これは大変だ。みんな、急いで逃げろー。よし、そしたら火を消すぞ。水をガンガン汲み出せー。はいよ、はいよ。さあ、行くわよ。行くぞ。ガビナさんに続けー。あわわわ、ちょっと待てみんな。早まるんじゃない。行くわよー。なんて無謀な。ふう、消えた消えた。よかったわね。え、あんな無茶ないぞ。村長、火事なんてあんなもんですよ。さ、仕事戻るぞ。そうなんだ。お水、片付けときますね。ちょっと混乱はあったけど、牛小屋の建設を急がないと。板が足りないから急いで増産してほしいんだぜ。わかりました。そしたら人手をかき集めよう。石鹸屋も今は牛小屋建設を手伝ってくれ。さっきは申し訳ない。売れたのが嬉しくて張り切りすぎたわ。誰も怪我がなくて何よりだ。さあ、そしたら靴屋も、矢作小屋も、川なめし工房もすべて一旦休止で、作業区総動員で牛小屋建設だ。わかりました。村長、出来たての板ですよ。おう、ありがてえ。でもまだ21枚足りてないんだぜ。今追加が来ますよ。村長、新しい板よ。あら、村長いない。村長なら交易所行ったぞ。アンデル、今牛小屋を建ててるから、ゆっくりしていってほしいんだぜ。あと45日だな、次の約束もある。わかった、それまでになんとかするぜ。おう、マリサ、お前も忙しそうだし、そろそろ行くぜ。あとか、あまり構えずにすまない。いや、なんか石鹸屋も燃えてたし面白かったぞ。そうか。また、石鹸買いに来るから燃やさずにいてくれよ。この谷は、鉄の跡かをいつでも歓迎するんだぜ。おう、じゃあまたな。さあ、私は建設に戻らないと。え、ちょっと何？ここは道じゃないんですけど。おう、すまねえな。なんか鹿が通ってるし、近道かと思ってな。私の気づいたボール類が、鹿のみならず荷馬車まで、どうにかしないと。緑の谷か。面白い村になりそうだな。あの非常識な荷馬車は一体何だったんだ。しかし私の意地にかけて、二度とこの壁は越えさせんぞ。村長、あとちょっと板が足りませんぜ。わかった。そしたらせっかく建てた荷車小屋だけど、解体してくれ。もったいないわね。だが今は牛小屋が最優先だ。これで板が少し再利用できるから、なんとか足りるんじゃないか。急いで運びます。村長、材料はこれでなんとかなりました。あとは建てるだけです。よし、急いで建ててしまおう。はい。
やった、なんとか間に合った。なんか赤くて可愛いんだぜ。いや急いで牛を飼わないと。アンデル、牛小屋ができたぞ、牛を売ってくれ。あんたの熱意には負けたよ。さあ、うちの牛に投稿もよろしく頼む。大切にするぜ。よし、では出来たての小屋に入ってくれ。おお、ついにこの村にも家畜が。それでどうしたらいいんだっけ。村長、そしたら放牧地を決めてやってください。おう。場所はもう決めてあるんだ。この畑の横の斜面、こちらに放牧するとしよう。わかりました。お、アンデルももう行くようだな。どうにか間に合って本当によかったんだぜ。この辺境では次にいつ会えるかわからないからな。何やら牛も名残惜しそうですね。彼の分まで大切にして、そしてこの不毛の地を豊かにしてもらわないとな。さあ、もうちょっとだよ、頑張ろう。もう鹿は入れさせませんよ。居場所もね。あははは。相談役、ついに完成しましたね。おお、グンナールか。よし、テストしてみよう。はい。ちょっと向こう側に行けるかやってみてくれ。く、俺でもここは通れなさそうです。鹿たちも全く近寄らなくなったね。よし、ここは、鹿返しと名付けよう。ふ、それはいいなですね。それでぐるっと回って反対側に来ましたが、どうしますか？あ、すまん。移動指示を撤回してなかったな。え？いや、この機会を生かそう。この地はまだまだ村周辺しか探索できていない。防衛を強化するにも地形の把握は必須だ。また君の力を貸してほしい。もちろんです、相談役。むしろこの時を待っていましたよ。どうやら俺には探検ってやつが性に合ってるようです。そうか、それはよかった。ここが頂上か。村が小さく見える。いや待て。そこは偽ピークだ。真の頂上は、隣の頂だぞ。ならば行かねばいけませんな。く、これは険しい。頑張るんだ、グンナール。頂上はもうそこだぞ。これが、村の背を守る山の頂か。君はこの山を制覇した最初の人間だ。だが、周囲を見てほしい。くらい。そうだ、未だこの地は道に覆われている。この闇を一緒に払ってくれないか。やりましょう。俺はこの闇を切り裂く矢になります。よし、君は今日から調査隊の隊員1号だ。光栄です。だが、この任務は危険も多いぞ。ならば、他の者には任せられませんな。霊夢隊長、頂上付近で巨大な岩を発見しました。おお、これはすごい。しかも付近にはさらにあるようです。ここを開発できれば、岩に困ることはなさそうだな。それは間違いないですな。それでは、続けて西の荒野を調査してみます。そのあたりは狼の巣窟だ。十分に注意して進むんだぞ。わかりました。しかし本当に荒れてやがる。ここに比べれば、谷は本当に天国だな。この荒野を渡ってくる行商人の苦労がわかるってものだね。狼に雇うに、道なき道。危険しかありませんからな。お、あれはなんだ？どうしたグンナール？なんか地面が光っているような。だ、隊長。金です。大量の金鉱石が散らばっています。ごくり。これは相当の埋蔵量が期待できそうな規模だな。でかしたぞ、グンナール。これは村の発展に大きく寄与するはずだ。そいつはよかった。それじゃあ、俺はさらに調査を続けますよ。そうだな、今すぐに掘り出すのは無理だから。今は調査を続行してくれ。では次は、南の森を調査してみます。冬が近づいてきている。植えた獣にはさらに気をつけるんだ。わかりました。しかし、この地は本当に美しい。隊長。どうした？湖です。かなりの規模の湖があります。なんだと？対岸も見えませんので、なんとか周囲を調査してみます。これは金鉱に並ぶ発見になるかもしれないぞ。ふう、こいつはでかい。狼も鳴いてやがる。気をつけるんだ。雪まで降ってきちまいやがった。あ、でもこの地面はなんか色が。ここは粘土層みたいです。そうだな、しかもこれまた相当な量がありそうだ。粘土からはレンガも作れるし、グンナール、またしても大発見だぞ。しかし冬も本格的になってきた。今年の調査はもう十分だ。急いで戻ってくれ。わかりました。
村の方でも冬越しの準備が始まったようだね。ちょっとグンナールには無理をさせすぎたかも。どうにか無事で帰ってきてくれればいいんだけど。うん、寒い。凍えちまいそうだ。狼だー。みんな、集会所に集まるんだ。て、え、バカ、全員で殴りに行くんじゃない。あ、すいません。なんかやっちゃいました。ふう、やっと村に着いたぞ。狼に襲われることもなく済んでよかったぜ。騒がしいけど何かあったのか？諸君、私は集会所に集まれと言ったよな。なぜに狼に向かっていく？いやー、つい勢いで。もう寒いから帰りなさい。はい。まったく、どうしてこう血気盛んなんだろうか。避難訓練が必要だね。そうだな。しかし狼はどこから侵入したんだ？どうも、ここから入られたみたい。ダダ漏れだな。壁の立て方は少し分かってきたから、こちらも必ず塞いでみせるよ。頼むんだぜ。村長、冬越し前に報告しとくぞ。どうしたんだ？村じい。牛の冬場の餌として、根菜を与える必要があるんじゃ。それは考えてなかった、すまない。いや、わしも見落としておった。食料は足りとるが、今後牛を増やすなら頭に入れといてくれ。わかったぜ。マリサ、私からも報告することがあるんだ。どうしたんだ？この村の将来に関わるような発見がたくさんあったんだよ。おお、それは嬉しい知らせだ。それじゃあ、この冬の間にゆっくり聞かせてくれよ。ふっふ、きっと驚くよ。